常磐高速バス TM ライナー TM ライナーは、茨城県土浦市、筑波市と水戸市を結ぶ高速バス路線である。TM ライナー号関東鉄道とその子会社である、関鉄観光バスが運行する。公共交通機関では唯一、筑波市から水戸市へ直通する。開設後の変更により、土浦市と石岡市からの利用が可能になった。筑波センター水戸駅南口のほか、 一部便は、土浦駅、快楽園を発着する。開設以来、運行会社、経路、便数の変更を繰り返した。2010年4月につくば、センターと茨城県庁、水戸市街の間を最短で結ぶ経路に変更され、所要時間は、つくばセンター水戸駅南口が80分、全線では120分である。途中でつくば、センターと土浦の経路が逆になったものの、 つくばセンターよりも遠方の土浦の方が運賃が安い状態が続いている。なお、茨城県による社会実験として2019年10月1日より増便された。これにより平日は水戸から乗り換えなしで、つくば大学まで乗り入れるほか、土休日は水戸からつくばサイエンスツアーバスへ乗り継ぎ、また、つくばから水戸へスポーツ観戦等に適したダイヤとなった。 土浦駅東口川口町桜町4丁目田中町花室交差点厚場筑波センター地区園2丁目から宣言1丁目富士並木1丁目並木2丁目並木大橋から下広岡石岡県自動車学校米沢中央県庁バスターミナル昭和自動車教習所前低南団地入り口ちなみ中学校入り口水戸駅南口水戸駅北口 金南坂南町2丁目南町3丁目、水泉町1丁目泉町3丁目大町、長、町安神社入り口、開楽園筑波大学大学会館、筑波大学病院、筑波センター、開楽園筑波センター石岡大塚、双葉大団地入り口、大塚あずま赤塚駅北口石川3丁目、新原三佐路寺ゆが丘大工町3丁目、大工泉町泉町3丁目、泉町1丁目、 南町三丁目南町二丁目金南坂、水戸駅北口水戸駅南口経路のほとんどは、水戸市内は、水戸号、筑波市内は、筑波号のルートを走行する。筑波、土浦、水戸の各市内停留助走五間と筑波センター、土浦駅の区間内停留助走五間の乗車はできない。石岡バスストップは上下線で乗降車可能である。 上記印を超える区間のみ乗車できる。2000年頃の TM ライナー、TX 延伸の参考に、水戸筑波高速バス増便実証運行始まる。茨城新聞。https コロンスラッシュスラッシュ ibarakinews.jp スラッシュニューススラッシュ n e w s d e t a i l p h p 順位コール15兆6992億9479万24622019年10月2日、閲覧。茨城ロボッツ主催試合が行われる、アダストリアミトアリーナへは、到底留所が、最寄りとなる。ミトホーリーホック主催試合が行われる、ケーズ電気スタジアムミトへは、到底留所から茨城交通系統へ、乗り換えとなる。ただし、道路線は、 茨城県庁前バス停では、客扱いは行わず、県庁バスターミナルバス停で客扱いを行う。また、茨城町西インターチェンジ、内原バスストップにも当便は停車しない。ABC2019 年10月1日より、TM ライナー増便について、関鉄観光バス、2019年9月18日閲覧、高速バス TM ライナーの運賃改定及び、 IC カード、通勤通学定期券の導入、回数研修量のお知らせ。関鉄観光バス。2019年9月3日へずらん。ありがとうございます。